1安打、昨日は4打数の2安打、打率3割7分5厘でこの3戦目、打順は下げましたけれども指名打者でスタメンで出場しています。強い当たり、今日もヒットを放ちます。さあそして郡司は一塁蹴って二塁へ向かう。郡司初めての長打となりました。ツーベースヒット、いいですね。いいですね。3試合連続でヒットで、いや新庄監督の期待に応えてますね。はい、これは守備のうまい宗も取ることはできません。三遊間破っていった。三塁ランナー帰ってくる。そして二塁ランナー浅野も帰ってきました。浅間郡司で4打点、4対1。いやいいつながりでしたね。そうですね、はい、この同時に昇格してきた2人がすごい2打点ずつ。浅間、ね、まあ、選手もそうですけどね、郡司選手の働きというかバッティングが素晴らしい。すごいですね、この3試合で5安打、はい、いやでもね、その前の回センター方向、これもヒットになった。移籍後初の猛打賞、なんと3試合目で初の猛打賞です。いや、幸男さん、見事なバッティングでした、はい、これあの本当にこう、まあ、これ右中間ですけどね、逆方向 の、ね、あのこうバットの軌道が本当にいいんですよね。だからこう本当にミート率も高くてですね、いいバッター取りましたね。はい、この3試合で6本のヒット、いやすごいですよね。そしてこの選手にも大きな拍手をお願いいたします。郡司選手です。郡司さん、ようこそ北海道へ。はい、皆さん、はじめまして、郡司と申します。よろしくお願いします。どうですか、このエスコンフィールド北海道の環境、大きな拍手。そうですね、もうめちゃくちゃ気持ちよくて、はい、最高の環境だと思います。最高と言いますと、郡司さん、3回。お隣の浅間選手のタイムリーで逆転した直後、初球見事な打球でしたね。あれはでもどさくさに紛れて打っただけなんで、もう浅間さんが素晴らしいと思います。はい、ただ郡司選手、あれがファイターズ移籍後初のタイムリーヒットとなりました。嬉しい一本だったんじゃないですか。はい、初打点がこういう形になってすごい嬉しいです。そして初と言いますと、今日は3安打猛打賞、これがプロ入り後初めてとなりました。移籍を機に大暴れですね、郡司さん。はい、ドラゴンズ時代は、まあ、チャンスをいただいてもなかなか結果出せず、もどかしい日々でしたけど、今こうして新天地でチャンスをいただいて、まず最初結果が出たので、結果を出し続けたいなと思います。力強い結果、そして両手でマイクを握りしめていらっしゃる姿、初々しいなと感じますが、最後にファンの皆さんに自己紹介も兼ねメッセージお願いします。はい、ヒーローインタビューが初めてなんで、ちょっと両手でマイクを持ってしまっていますが、北海道は少し寒いなと思いますけど、応援はすごいあったかいなと思いましたので、今後ともあったかい応援、熱い応援よろしくお願いします。これから何度もインタビューできることを楽しみにしています。郡司選手でした。Thank you.
です。